花押しを失礼します。音楽魂皆様こんにちは、金尾芳郎でございます。一週間ご無沙汰いたしました。金尾芳郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。本日のゲスト、早速ご紹介しましょうかね。まずは、はいはい、松下としみさん。はい、こんにちは、よろしくお願いします。どうかしてる？いや、あのエコーが聞いて、失礼しました。大丈夫ね？大丈夫。ということでですね、今日のねゲスト、まずは松下としみさん、はい、ゲストじゃないですけど、はい、よろしくお願いします。よろしくどうぞお願いいたします。はい、はい、ね、待ちに待ってましたけどもね、今日はね、あの ギター箱木のギター職人職人ね、僕から言わせるとギター職人ですよね、芸人かなって思う。芸人ね。堀尾和孝さんです。はい、こんにちは、久しぶりでございます。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。あのお元気でしょうか？いやもうね、僕も加納さんと同い年ぐらいなんですよね。そうです ね、 ね、 あ、本当ですか？もうね、そうそうそう、意外とずっと元気なんですよね。ね、はい、意外と、ね、あの加納さんとすごい元気じゃないですか。もう今日心配してきたのになんか、はい、そうですね、なんかがっかり相変わらずがっかりしないですよ。元気になってましたね。あの体重も減ってないですし、いや本当ね、ガリガリで前から痩せてらっしゃるけど、本当ね、もっと痩せてこう頬がこう焦げたかなと思って、ね、それみんな想像してくるんですけど、心配してきたらすごい安心して、はい、なんか俺より全然元気そうだな。艶もいいし、いや本当にお忙しいながら、いや忙しいですよ、なんかありがとうございます。なんかいや今日はね、本当2年ぶりなんですよね。2年ぶりだった、ね、最初1年ぶりかと思ったら、うんうん、なんかね、やっぱ時が経つの早いですね、やっぱね。そうですね、あっという間にね、はい、毎日毎日ライブで、今年間どれぐらいですか？やっぱね、コロナでだいぶ減ったんですけども、180ぐらいはやってますね、うん、はい、まあ、寄席とかね、いろんなとこを入れてですね、うん、ね、寄席、ね、東洋館、はい、東洋館もう前の方座ってんのもすごいやりづらかった。見えました？見えましたよ、わかりました。あれもすごい人気ですよね。いやなんかたまたま、ね、浅草のね、僕なんかね、本当オールドルーキーで4年ぐらいしかやってないですけど、うん、なんか取りやらせてもらったりしてね、そうそうそう、なんかすごいですね。何の芸もないですけどね。いや芸がないから脳がないから芸人違う、ね、いやちょっと違うでもね、すごい、うん、人気ですよね、はいとか言ってそうだからやっぱりね、この笑顔とね、この明るさ、そうですよ、そしたらね、病気になんないのよ。いやいや、俺みたいにカリカリしてたら、ね、金尾さんこそ笑顔がすごいじゃないですか。カリカリはしてないですもんね。いやもう本当ほら、穏やか、怒ったりしたことないでしょ？ありますね。本当あります。あのボーリング最近やってるんですけどね、やっぱりね。ああそうです、マナーの悪い学生とかこうね、いるとちょっとカリッときますね、やっぱりね。あ、はい、あそうですか、はい、そういうことありますか？ありますね、やっぱりね、カリッとくるとね、そのがん細胞がポッとこう、あそうですか、そうそう、もうカリ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 とか来たもんだから、カリカリ来ちゃいけません。まあボーリングで発散できますからいいですけど ね、ボーリングやったことないですよ僕。本当ですか、うん、もうハマるとやばいからやめた方がいいですよ。疲れちゃいます。でも運動、いい運動になっちゃったね。そうだ ね、はい、ある程度運動してね、はいはい、笑って歌ってっていうのが一番いいかもしれないね、はい、ということでですね、堀尾さんのこれはアルバムの新しいアルバムになりましょうか？これはね、実はもうね10年前ぐらい出したんですけど、これ、はい、ほう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 、これがまあ、海をテーマにしてまして、はい、まあ、南の方にね旅してこう行こうって感じで、まあ、なかなか本当は行けないじゃないですか、うん、でまあ、船旅をイメージして作ったアルバムなんですけど。なるほどね、はい、銀の海という曲だね。はい、はい、じゃあ聴いてみましょう、銀の海。
イエーイ。いやー昔の僕はうまいですね。いや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 、このなんか素敵なやっぱり感じ、ちょっとロマンチックなね。絵描くしてますけどこれね。いやこれ一人で全部こうやってねやられてる、素晴らしいです。沖縄に行くフェリーに乗ってしまったんですよ、うん、飛行機で行くのを浮かせようと思って、事務所から金ね10万円ぐらいもらったら浮かせようと思って、うん、フェリーで行ったら30何時間かかるんですか。ちょっと頑張り暇なんでね、夜中に甲板に出てたらですね、うん、本当に満月があの水平線に沈むとこ見えたんですよ。そう、これは曲にしなきゃいけない、もったいないと思ってね、で作った曲なんですけどね。堀田さんご出身はあの徳島、はい、徳島です。徳島なんかね、徳島って前聞いただけでね、なんか僕ホッとするんだよね。あのいや、割と西、僕は九州福岡なんですけども、あのなんかねそういう西、あの四国だ、ね、そのまあ、いろんなね西側の人が結構好きで、今日はねその好きなね、うん、あの人が旅の途中で来てますけども、ご紹介しましょうかね。めっちゃ西ですね。西成の神様、イエーイ。どうもどうも、ね、あの久しぶりですね。久しぶりです、うん、どうぞどうぞ。お元気？あ、もう元気です。本当？全然元気です。本当？はい。いや、もう加納さんがちょっとあのフェイスブックで卒業された言って、うん、ほんでちょっとあの顔だけ見に来ようかな思って、うん、いやいや、ね、どう、あの元気そうで安心しましたね。あ、もう伝わらんなみたいな、遠くに生きてるなみたいな、全然大丈夫や、ちょっと安心しました。ありがとう、顔だけね見に来れたらな思ってね、うん、ありがとう、うん、あの本当に今日相棒紹介して、ね、大臣鈴木雄三で、大臣と神様って言うとしてます。よろしくお願いします。大臣と神様ね、はい、これ今日はどこなの？今日はね、あの千葉。しかし相変わらずさ、うん、あの声でかいからマイクいらないね。もうね、あのライブ会場でもね、ライブギュあのマイクギュ落とされますから。千葉のどちらでね、今日は。千葉のね、はい、ライブ一目がね、ドロロっていうあのライブバーで。大網、はいはい、大網。白子。違う白子。白子会社の方。あ、そうなの。九十九里のね、はいはいはい、いいところ。うん、2日目どこだったっけ。レイバーズカフェ、レイバーズカフェね、はい、これはまあ、うん、あの海沿いの大きなちょっとライブハウス。いや違うよ、山でよ、あれ山か。なんだよ、ハウス全然噛み合ってない。山沿いのね。フェイスブックなんかね。もうね、もうあの、いつもライブ行ったらね、もうお酒飲んでて風景が分かってないからね。綺麗なぐらいしか分かってないからね。で、3日目がね、モバラ。モバラ。モバラね。はいはいはい。スタジオ。クローブね、うん、で一日、オフがあって、うん、で東京戻ってきて、うん、東京は綾瀬のチェスね、あ、綾瀬チェス、はい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 、で2日目がね西東京のリサイクル、西山さんとかよくやってるんです、ね、そう、今回も西山さんと一緒にチェスは、あ、そうなの、はい、あ、よろしくお伝えください、言うときます、ね、もう元気やったって言った時も多分心配してあると思うんで、そうやね、うん、あのちょっと僕も連絡してみますね、うん、で、あの最終日がね、あの長野県帰り道ね、長野県に行って、うん、スペースタマさんというところでね、飯田で、飯田で、あ、そう、はい、そうか、そうか、6日間やりますんで、うん、もし来れる方は、ね、ぜひぜひね、神さんもいろいろ大変なこともあったし、ね、あの元気でね今ね、はい、頑張ってるのすごい素晴らしいなとか、僕も見習って頑張ろうなって、ね、でもお酒はちょっと控えるようにしましたからね、うん、はい、俺もタバコやめたんですよ、タバコやめました、今やパイプでね、あ、そう、病院行ったらあの肺の半分がもう機能してないと言われて、うん、で肺年齢がね95歳以上と言われてそう、ほんでもすっぱりタバコやめてもパイプにしたんだよね、うん、あの肺喫煙やめてね、うん、でももう2ヶ月経つんですけど、もう薬も半分なって、次も半分なって、本当よかったね、おかげで2時間のライブがね、6曲もやるようになっちゃった、ね、どんなライブですか、トークが元気でかな、頑張ります、頑張ります、ね、もう行かなきゃいけないよね、はい、ダメなんで、そうだね、頑張ってね、すいません、おりょうさんも、おりょうさんだけ見たみたいで、またよろしくお願いします、またね、またね、こちらこそ、はい、ごめんなさい、ありがとうございます、お土産もいただいて、いえいえ、おりょうさんもまた、また来てください、はいはいはい、また来て、ありがとうございました、大臣と神様でした、すいません、いらっしゃい、いらっしゃい、いってらっしゃい、気をつけて、
ってきます。最近ねなんかねこういうねあの突然のお客様多いんですよ、ね、この間もねあの吉田よし子さん、あ僕知ってます、四国に行く前にね、はいはい、あのこっち来られててね、はい、あのちょうどあの飛行機の間だから今10分ぐらいの間一曲 歌われてすごいっすね。そういうね、どういうのこの番組かっこいいかっこいい番組ね。今日はねそれでねもう一方ね僕あの湘南台あの中華三番っていう中華料理屋のね、はい、ママが今日来てくれましたから、はい、僕ね、ありがとうございます。山田には聞いております。私も早くあのすいませんね僕ね、うん、お休みいただいてねこの間、あの湘南台でしょう、うん、スタッフ一同から花尾さんにちょっとしたプチプレゼントを持ってた、なんですか、ありがとうございます。湘南台のオフィシャルグッズで、はい、あの渡辺守さんのデザインしたカバオルなんですけども、ちょっと薄手でこれから梅雨時にちょっと羽織るのにちょうどいいかなと思って。ああそれ素敵ですね。前 S の T シャツを頼んでたんで、それでもセーターの上にも着れるように M を持ってきました。ありがとうございます。なんかね、あのこの間あの、どこだっけ、純ちゃんのお店で ね、やるのちょっとできなくて ね、うん、あの、うん、申し訳ないです。キーホルダーもこちらのスタッフの皆さんにはあればいいんですけど、ありがとうございます。 ありがとうございます、ね、マジックでボトルキープもできるんだけど、はい、あそうですね、たしなむ程度にしてください。ありがとうございます。なんかね、辛く食べてください。いや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 本当にね、なんかね、あの何かね、湘南台でショーっていうね、あのもう街中で、まあブルースが基本なんですけども、そういう、そうですね、もう何回目になりました。9回目になりまして、あの9年目前は1年前は配信でやったんで、うん、大っぴらには4年ぶりなんですね。あ、そうですか。お客様もいっぱいいらしてくれて、はいはい、今回あの個人の方に募金を集めまして、はいはい、17万3千集まりました。あ、そうですか。うわ、先ほど届けてきました。素晴らしいです、やっぱりねこういうあの地道な活動をねずっとやられてるっていうことね、僕もあのささやかながらこう参加させていただいてたんで、ね、ですね、ぜひ堀ちゃんも、あ、喜んでまたなんかやらせてください、これを機に、ね、嬉しいですね、本当 ね、はい、やらせていただけたら、あの本当に今日はねいろんな方を ね、あのいらしてね、もうすごい嬉しいね。もうこういう生放送をね、あのこうやっていけるのは僕ぐらいのもんよみたいな適当にやってる感じはするよね。ね、始まる1分前に記念撮影してますもんね。そうそうそう、ということでね、今日はね堀尾勝孝さんのね、はいはい、をご紹介してますが、はい、今日生歌をね、はい、生演奏をね、はい、あの生演奏ぜひ聴かせていただきたいと思うんですけども、あのどうしましょうかね、割と生演奏では静かな曲か激しい曲がいいかどっちか迷っちゃうんですけどね。ね、どうしましょう、いや、あ激しいの、うん、激しいの行くの、わ、うん、かりました。じゃあ暑いから今日はね夏ですからね。でちょっとあのこのコロナの3年間練習した世界で誰もやっていないという、トルコ行進曲ロック風ってなってます、ね、うわ、それからちょっとね手拍子をタララランタララランお願いしていいですか、はい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 、あテンポは、ね、テンポはいタララランタララランですね、はいはい、うわこれね本当に気合い入れないと弾けないですよね。はい、気合い入れて、いや弾いていいですか、はい、いきます、あっすっ、
きつかった。いきなりね、私が激しいのって言っちゃったから。いや楽しかったですよね。いやね、はい、私いじめてばっかりしかもおらんてね、東洋館で、そのね、あのいろんな国の。あ、予策ですね、世界中ね、はい、あの世界中の予策、予策が旅をするっていうやってるんでやってるんですけどね、はあはあ、リクエストにお答えしてくれるんですよ。例えばメキシコ行ったらこんな曲とかね、やった方がいいんですかね、やってもらえる、東洋館のちょっとお笑いネタみたいな、お笑いネタ、じゃあちょっとすぐ終わりますからね、はい、その代わりあのお二人が予策に行かせてみたい国をですね、はい、国をね一応あの考えておいてください。はいはい、分かりづらいですねこれね、大丈夫、私は知ってる、はい、まず予策があります、レゲエ調の予策です、はい、一応あのコンテストでベストアレンジ賞をいただきます。ジャマイカから出発していろんな国に行くというですね、こう予策アランザワールドというのをですねやってまして、そうですね、予策がいろんな国に行くと、でうまくいかなかったらですね、ジャマイカーと言いながらこう行くんですね。ジャマイカ、はい、ジャマイカ、はい、ちょっと練習してもらっていいですか、はいはい、ジャマイカーです。はい、じゃあ予策に行かせてみたい国、はい、どこですか、どこですかね、中国、はい、あー、としみさん中国、じゃあ一瞬で終わりますからね、はい、はい、予策 in China、 ジャマイカ、こんな感じですね。はい、あ、じゃあフランス、はい、フランス、はい、じゃあシャンソンですね、こちらレゲエ調のこの曲でいきます、予策インフランス、インド、これは手ごわいが来ましたね。では、じゃあね、インドといえばシタールという感じで行ってみましょう、はい、予策インド、ジャマイカ、ありがとうございました、ありがとうございます、なるほど、ね、いやいやいや、東洋館でねこういうのをやってました、まあ、こういうね、まあちょっとこう自分では結構恐ろしいネタなんですけどね。恐ろしいですか、楽しいですね。マダガスカルとかですね、この北朝鮮とかですね、ああいうんですね、結構怖いね、そういう、ね、リクエストが来るんでね、本当はちょっとドキドキしながらやってますね。それは多分2回目以降のお客さんでしょうね、きっとね。そうですね、慣れてきてみんなで意地悪いですよね。これはあれですか、その毎回そういうネタを考えながらやんなきゃいけないんですね。そうですね、でもまあ勉強にもなりますよね、いろんな国の音楽もこうね知ってなきゃいけないんで。なるほどね、はい、面白いですよ、面白いですよね、それじゃもうね本当に必死ですよね。で、はい、そのお笑いの方が、まあ、もともとは中心だったんですよね。僕ですか、いや、その
豊館、はい、そうですね、みんなお笑いですよね。そうですよね、はい、はい、まあ、そういう中でこう僕みたいなこう変なのが出てきたんで、うんうん、まあ、変に重宝されてるみたいです ね。ここにもねおいでいただいたあのウルル潤さんとか、あ、彼女も、ね、一緒に出るようになっちゃったんですよ。あ、最初僕の付き人みたいに 来てたら、あ、そうでしたか、あなたもなんかやってみなさいなんて言われてね、うん、やったらまあまあ面白いねなんて言われて、やるようになっちゃったんですよね、うん、なるほどね、そういうことでしたね。そうなんですよ、そうそうそう、あのウクレレを持ってね、なんか、はい、言ってたらって言ってましたよね。そう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 、うん、すごいですよ、はい、うん、ね、すごい頑張ってますね、やっぱね。ね、はい、やってましたね。はい、この浅草であの夜の部をやったんですけど、うん、それの僕鳥で主役だったんですね、たまたま。すごい。はい、はい、あ、そうですか。それがね、すごいもう本当にあの超前になっていただいて。ね、この前は。フェイスブックで写真も。あのなんかね、新記録作ったらしいんですよね。すごい。そうなんですかね、すごいですね。ちょっとびっくりしましたね、本当ね。はい、ありがとうございます。いいところで。そうだね、だから、まあ、コロナとかいろいろありましたんで ね、そうですよね、僕もあそこ東洋館で、うん、はい、あの芝居やってる友達たちの芝居を 何度か見に行ったんですけど、その芝居の連中も大変だったみたいね。ああ、そうですよね、みんなできなくなっちゃったね、うん、そのスタッフがやっぱりこうあの感染しちゃったりなんかして。あ、それ聞いたことありますね、はい、うん、そあと全部中止になっちゃってね。そうなんですよね、はい、そのとこまで大変なね時期がありましたよね。ありましたね、はい、それをまあ乗り越えてやっぱこうやってね、はい、まあ、しょうもないことやってますけどね。いやいや素晴らしいですよね、はい、でね、このその堀尾さんの話もそうですけども、そのお母様のね、あ、はい、そうなんです、この CD がこう出てますが、これはね、あの本当に僕のこれどういうことですか。僕の田舎にですね、はい、あの伝説があって、緊張狸の伝説ってあるんですよ。緊張狸、これはあの悪いタヌキを緊張タヌキが昔あの戦いでやっつけたっていうので、ね、うん、で自分も傷ついて本当は死んじゃったんですけど、うん、でまあ、それを、まあ、祀る神社が緊張神社ってのありまして、でそれは僕の、ね、家の近所にあるんですけどね、うん、でその緊張タヌキがうちの母親の枕、うん、夢枕に立ってですね、うん、お前に今からこの死を授ける、目を覚ましたらすぐにかけっつって4番まで死を授けたんですよ、お母様に。もう詩なんか書いたことないんですよ、全く書いたことない母親が4番までスラスラーと書いて、 お前こんなんできたからなんか曲つけてくれへんかと言ってですね、僕に送ってきたわけですよね。へ、まあ、これはうちの母ちゃんのメイドの土産にしなきゃいけないと思って。93ですね。3ですよね、はい、うちの母もね93で亡くなったんですけど。あら、そうらしいんですか、うん、でもねその年齢でね、はい、それを書かれるっていうこともあれだし、うん、ウクレレを、あ、ウクレレもね教えたらなんか割と放棄になっちゃってですね、うーん、なんかね最近また弾いてね、なんか楽しんでみたいですよ。すごいですよね、はい、ね、すごいね、脳が若いです。そうね、毎朝毎晩生存確認の、うん、僕にあの LINE を送ってくるんですよ。すごい、この LINE を送るっていうのもすごくで、俺が返事しなかったら、うん、朝ね、うん、お前生きとるんかって心配して電話かかってくるんですよ。どっちだって、ね、逆でこっちは生存確認、逆だよね、俺が生存確認されてるみたいな。そうですよ、これね、でもすごいお話でしょう。これ小松島の緊張だぬき、はい、これをちょっとね、ね、作詞堀尾俊子さん、俊子さんね、作曲が堀尾和孝さん、松下さんね、ぜひ歌ってほしいんですよね。あ、私歌、これ歌はあります。あ、歌詞カードも入ってますから、はい、ちょっとこれ聞いてみましょうか、はい、ぜひぜひ、小松島の緊張だぬき。No.
これすごいね、すごい、完成度がこれすごい、これを夢に出てちゃんと覚えてて、ね、この完成度が93だよ、4番まで書けるってすごいですよね、すごい、覚えてない普通は、本当にすぐノートに書いたらしいですよ、すごい、はい、すごい ね、 ね、なんか降りてきてるね、降りてきたのよ、だから、まあ、本当にね、これはまあ偶然ではなく本当にタヌキがね、うん、来たんだと思います、ね、ちょうどね、こう神社がこう崩壊寸前だったんですよね、うんうんうん、助けてくれっていう信号をこう出してたかもしれませんね、はい、でこう募金して、うん、まあ千何百万か集まって、この4月にあの新築になったんですよ、そうですか、そこから帰ってそのこうなんて奉納演奏とかしたんですけどね、うん、じゃあ この曲を、この曲もやりましたし、そうですか、自分の曲もやって、これ盆踊りでそこ毎年やればいい、やってほしいですよ、いいよね、これはいいんじゃないですか、はい、これやっぱ盆踊りでしょ、うん、まあ、地元のね、そういうこう定番になってほしいですよ ね、 ね、すごいな、すごいな、これはすごい、うん、ありがとうございます、これ映画になってもいいと思う、こういう話は、あの苦労話がね、なかなかね成功してる、はい、僕もね映画になったらいいような話がいっぱいあるんですけど、あ、そうですよね、うん、それちょっと伏せてますけども、ね、早く言って早く出して、すごいいいお話じゃない、いや、これはすご素晴らしいね、あ、ありがとうございます、私もフェイスブックでこれ見てて、うん、お話を聞きたかったの、いや、今日ね2人差し上げたくて今日本当に持ってたんですけど、ね、これはすごいな、すごいね、これね、なんか高知のね、私の知り合いなんですけど、うん、今これ聞いてて、うん、お便り、うん、小松島の岡本中華でラーメンとサバ寿司食べたい、緊張だぬき懐かしいです、だいや、岡本中華は僕の超定番ですから、あ、そうなの、有名なの、もうね、小松島のもう本当ね、誰もが、うん、もう週に一遍は行きたいっていうようなラーメン屋さんですね、岡本中華めちゃめちゃ美味しいです、すごいね、はい、あのね、徳島製粉とか向こう、あ、そうです、あの金ちゃんラーメンも美味しいです、私ね、金ちゃんラーメン帰ると金ちゃんラーメン買って帰るの、あれ美味しいですよ、そしたらこっちで売ってたっていう沖縄行くとね、めっちゃ売ってるんですよ、金ちゃんラーメンね、こっちも売ってましたよ、金ちゃんヌードル、はい、美味しいのよね、金ちゃん焼きそばまたうまいですよ、あ、本当、はい、ごめん、ローカルの、いやいや、なんか四国のね、お便り来てます、はいはい、四国のお話でね、あ、それはね、うん、嬉しいですね、素晴らしいね、ラジオネームウクレレおじさん、はい、これはね、今日のゲストが堀尾さんとお聞きし、東京と武蔵野市で聞いています、うん、あら、そこまで来てくれて、ね、浅草東洋館のステージをもう何回も見に行ってますが、誰だろう、ちっちゃなライブハウスでの堀尾さんも大好きです、うん、ハイボール片手に、さあ何やろうかなって感じが最高、アコギの超 絶技巧、また聞きに行きます、ありがとうございます、ウクレレおじさん、うん、武蔵野市の、ちょっと検討がね、一人思い当たる方いらっしゃいますけどね、じゃあ、はい、その方でしょう、はい、加納さん、としみさん、鈴木さん、ゲストの堀尾さん、こんにちは、はい、はい、こんにちは、じめじめ梅雨の雨も一休み、今日は朝から久しぶりの晴天です、うんうん、加納さん、検査お疲れ様でした、うん、良い知らせがあるようで良かったです、はい、はい、あの検査はね、してきました、うん、あのもうちょっと外科手術はしたんですけども、はいはい、それはちょっとがんだったんだけど、はい、それは小腸と大腸は10センチぐらいずつ取って、それ成功しましたね、それで、とりあえずもう貧血だったので、うん、輸血しなきゃいけなかったんだけども、まあ、それはきつくて、それできつさこらえてラジオやったりとか、すごいですね、ライブやったりしてたんですよ、したら血が足りないの、ヘモグロビンが3分の1しかないって聞いて、そう、 5点何本しかなくて、でも酸素がないってことじゃないですか、そうそう、それでブルームードとかね、しゅんちゃんそうやったって、最後と思って、ね、真っ白だったらしいけどね、うわそれもなんかエベレストの山頂でやってるようなもんですよ、そうそうそうですよ、そうですよ、ね、なんかきついなって、肺がね、僕前から言われてたんで、肺が悪いかなって、ね、思ってたら、もう血液がもう死ぬ寸前だったらしいんですよ、やば、それで命助けていただいて、まあ、外科手術も成功して、うん、で肺にね、やんちゃなやつが残ってて、ああ、それ怖いですね、ちょっとね、それをね、ちょっとうん、それもあるんだけども、その治療のためにね、はい、ペットってあるんじゃないですか、ペット、あ、全身検査ですね、全身を機能したんですよ、はい、そしたらね、他に何にもなかった、すごい良かったですね、もう絶対肝臓とかね、もう酒ガンガン飲んでるしそうですよね、膵臓、肝臓全部あると思ったんだけど、それ言ったらもうさ、何にもなかった、もうそれが嬉しくて嬉しくて、不幸中の幸いはいけないけど、本当ですよね、良かったですよ、ね、今日だからひょっとして俺はちょっと暗い顔のお金にね、会うのかなと思ってね、
しました。それ嬉しくてね、よかった、ね、だからもうあとはね、あのちょっとそのハエの方も大きいので、あーはー、僕の方が大きいんですよ、何でもかんでも。それで、ね、だから普通もう抗がん剤の治療になりますけど、だからまあラジオとかライブやりながらね、あの先生にもいろいろご紹介して、あのでご相談しながら、まああのまあ、1週目だけは入院するんですけども、はい、あとは通院でね、あでもうあのあいいですよって、うん、もう彼女さんは歌われて笑われてね、はい、笑って歌ってね、そう一番声出してっていうのは僕はそうですよ、ね、もう残りの人生 それぐらいそれをしたいと言ったらもう、うん、あもうそれがいいですよ、笑うのが一番いいですよ、ね、うん、もうお酒も少しぐらいいいですよとか言ってくれたから、あそうですか、もう諦められてるんじゃないかな、少しって難しいですよね、ちょっとね、たしなむ程度、まあたしなむ程度、たしなむ程度がね、どれぐらいかわからないですよね、はいはいはい、今はそんな感じですね、あ、ね、ね、よかったです、ね、ありがとうございます、はいはい、良い知らせっていうのはほら、よしこさんですよ、この先週来ていただいたよしこさんとは、よしこさんね、よしこさんにはそんな魔力や魅力がありますものって、はいはい、よしこさんのパワーでしょう、うん、よしこさんもね、うん、来月は、来月はしゅんさんをゲストに迎えての復活ライブですね、はい、今はアメリカでたくさんの良いエネルギーを充電中のしゅんさんからも、うん、大きな大きなパワーをもらってくださいね、今のシカゴ行ってんの、シカゴ行ってますね、ブルースフェス、ね、ブルースフェス出てましたよ、ほうほう、 あれ菊田俊介君とかご存知ですか、これあの僕あの前からまあ、名前を、ね、知ってまして、うん、YouTube とかで見てたんですけど、あそうなんですか、金さんと一緒にやるようになってね、おおすげえなと思ってて、あ、はい、あのしゅんちゃんのいとこが鈴木さん、あそういうことなんですね、今言う、まあ、狭いなんかファミリーでやってるじゃないか、いや素晴らしいですね、そうですよね、今日は堀尾和隆さんのアコースティックギターをしっとり聴かせていただきます、はい、しっとりじゃなかったですね昨日しっとりがまたいいんだ、いいんですよね、うん、前回の堀尾和隆さんの音楽魂 YouTube を聴きながら寝落ちしてしまいました、リクエストは何でもいいです、いつものことながら、動画を楽しみにしています、はい、一日一日を大切に健康に感謝して、はい、今日も笑顔で良い一日を過ごしたいと思います、はい、笑顔さんですか、あいつもありがとうございます、ね、ありがとうございます、はい、笑顔さんこと古仙さんです、広し、岡山ですね、はい、ありがとうございます。ね、もう一度いきますか、はい、皆さんこんにちは、うん、よく晴れて気持ちよい博多です、うん、博多、うん、ミキ、ミキさんです、はい、ミキちゃん、はい、うん、先週の金尾商店やっぱりリラックスした空気が良かったですね、はい、ありがとうございます、おまけにその空気感をさらに気持ちよくする吉田よし子さんのサプライズ出演のみならず、うん、新曲のパフォーマンスなんていうプレゼントも感激でした、またね、いい曲をね、よし子さんも知り合いなんですよ、知り合いなんですか、はい、お知り合い、本当本当素敵な方ですよ ね、もう独特のね、世界空気感がありますよ、ね、あれですよ、同世代ですよ、同じ同じ、そうですよね、事務所がちょっと一緒だったんですよ、そうなんですか、はい、そうなんですか、はい、あじゃあ昔から結構知ってる、もう20年前ぐらいから知ってます、ね、あ僕もそれぐらい前です、ね、はい、そうなんですかね、今週のゲスト再びの登場、うん、堀尾和隆さん、うん、お帰りなさい、ギターの、はい、繊細な音色を丁寧に丁寧に紡ぐ感じ、それでいてコミカルなアイデアが出てくる感じで、まるでアコギ版の鳴茂茂さんみたいで楽しそうです、すごい渋い例え、渋いね、鳴茂さん、昔あの角田博さんとバンドやってましたよね、そうですね、50年以上前にかね、鳴茂さんのこう教本みたいなのがあってギターについて、それ見てね、僕中学生の時、ね、ギター練習しましたもんね、そうなんですね、50年で鳴茂さんがほらあのギターフルにしてはいはい、はい、あのそれであとオルガンをね、オルガンっていうかあやってましたね、キーボードを弾きながら、ね、めちゃめちゃ才能のある人で、角田さんがもうドラムでね、お二人でね、フライドエッグとかやってらっしゃった、ね、あそう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 、そうなん、昔ビビキング来た時に、あのおそらく全然やられたと思うんですよね、あそうですね、オープニングアクト、すごい渋いお話、全く知りませんね、ちょっとすいません、年がバレる、ちょっと3つか4つ離れると全然違うのね、その年代はね、ちょっとね話がフィーバーしましたね生で東洋館で体験してみたくなります、はい、もうぜひぜひ、もう楽しいですよ、ね、お待ちしてます、ね、オイラの友達で元グラビアアイドルしていた女性も東洋館には出演しています、うん、どうだろう、なおさら行きたいですね、ちょっとどなたでしょうかね、ね、今日はその雰囲気の一部で
一部でも楽しめればと思っています、うんうんうん、先ほど披露しました、はいはい、ちょっと予測、ね、アランザワールドやらせていただきました、今回もゆったりとあっという間の1時間を楽しんでくださいね。それが伝わってこっちも楽しめると思います、うん、カラオさん体調はどうですか。はい、もうバッチリ、バッチリ。この間の放送でも声は出てたし、うん、順調とは思いますけど、はい、無理は禁物ですよ、うん、自分も若い頃は無理はしても無茶はしちゃいかんでしたけど、今は無理もせんように気をつけてますもん、はい、こっちでも水源ならぬ水源ハーモニカのはい、おっちゃんが無理しないようにと注意させてもらいますもんね。中野茂樹ってね、僕のもう昭和っていう水拳ハモニカ、ライブハウスからの友達がいて、ね、そのブルースもいろいろ、あとあのジャグバンドとかもやってね、茂樹、ね、がいる、ね、まあただの酔っ払いなんだけどね。そうなんですか。付き合い長くなりました、ね、今日から3日間東京から来る友達のバンドのツアードライバーなので、あ、そうですか、無理せず安全運転に努めますから、本当、はいはい、安全運転でね気をつけてください、うん、どのところね、いつもありがとうございます。ジェームスじゃないの、ね、あ、そうなんですか、分かんないけど、ね、あのこっちから行くとね、うん、あのアテンドしてくださる、あ、素晴らしいですね、まあ、音楽詳しくて、うん、いろんな、すごい詳しいです、そうそう、あのね、いろんな人のありがとうございます、うん、世話をしてくれてね、はい、ありがとうございます、ね、ということでね、堀尾さんとね、はい、なんかちょっと堀尾さんはどなたの紹介だったんですか。堀尾さん最初丸山恵子さんでしたっけ。そうですね、確かそうですね、そうなんですか、はい、丸山恵子さんは確かそうかな、あ、丸山さん本当にね、いろんな方をあの、ね、沢田翔子さんとか、うん、あと近藤恵里ちゃんとか、近藤恵里さんもそうだったね、うん、あと誰だっけ、ね、たくさんいらっしゃる、ね、あのご紹介いただいてね、あの、ま、こうやってあの広がっていくっていうのは嬉しいことですけどもね。そうですね、うん、古代さんとね、今急にやろうかなって思って、あのこれちょっとお酒の歌なんだけど、古代さんも実は、ええ、あそこの水芸水芸水芸って高知のお酒ですよね。そう、水芸。それの曲を書いたんだ。そうなんですよ。え？それさっきちょっと聞かせてもらった。めちゃくちゃかっこいい。海のアルバムに水芸っていう曲が入ったんですよ。水芸。それ酔っ払ったクジラってイメージで作った曲なんですよね。昔柳ジョージが、うん、ちょっこっと今聞けます。あ、ちょっと中に変えなきゃいけないです。ちょっと3秒です。3秒。すごい。それものすごくかっこいいのよ。それはね、すごい。やっていいですか。はい。はい、いや実はね、うん、僕もちょっと今売り込んでる曲がある。そう、これに紹介して2人で売り込みますか、うん、私2人でちょっと行こうか、コーチ行きますか。ああ、そうですね、なんかね、10月またぜひ誘っていただけたら、ね、オープニングアクとかなんかやらせてください。何が一緒何が一緒水芸ね、すごいね。あ、最近シャークさんと僕ね、はい、ちょっと横浜であの、あの お友達がちょっとこ、あの初めてお会いして、はい、でフェイスブックなんかあのあれ知ってるんですけども、はい、繋がってるんですけども、シャークさんと やられてね、そうです、この間遠藤シャーク一世さんとですね、なんか最近、はいはい、あの二人で世界最小ソウルバンドってやってるんですけどね本当にすごいよね、いやあのエネルギーはすごいですね、シャークさんもね、本当に素晴らしいよね。いやいや、もう本当にいつもね、もうパワーをもらって、もうもらってもらってなんとかやってますけどね、はい、よろしくお伝えください。みんな繋がってていいですねみんな繋がってますね。じゃあ、行きますか、ダイナマイト。ダイナマイト。酒と博打と女の街、ここは福富リバーサイド、行き場所のない男の住みか。数あるけど夢を見ましょう、リバーサイド、人よ風
角に立つ女の涙。ここまで気持ちよく歌わせていただけるって本当に素敵でしたね。もうなんかね、やっぱり奥がやっぱり深いですね。いや、こういうのが一番好きですね、やっぱね。本当ですか。本当にちょこちょこ後ろで弾いてるのが一番楽しい。やっぱり歌ってて、やっぱギターもほら歌ってもらえるんで、なんかすごく歌うのは気持ちいいね。ああ、嬉しい言葉ですね、本当に。もう一曲ありますか。あ、俺はまた今日ね、ひとみさんが、ね、見えててね、ぜひぜひ。ひとみさんの旦那さんが昨日バースデーだったので、その旦那さんのためにね、一曲、旦那さんが好きだった曲を歌わせてください。はい、私の青空。大好き。青空
なんか盛り上がるアレンジですねこれ。盛り上がります。いろんな人の聞いたけど金尾さんの一番いいですねこれ。そうですか。もうエノケンよりいいですね。素晴らしい。ということでね、ひとみさんのね、旦那さんのね、好きな曲だって前にね、覚えてたんでね。よく覚えてましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当湘南大賞、湘南大でしょうもね、今後やっぱりほらコロナのねとかいろいろあって大変だったと思いますけども、また徐々にね盛り上がっていくことをねお祈りしておりますんで、またよろしくお願いします。お帰りお待ちしてます。あ、そうね、今日はね、堀尾和孝さんありがとうございます、おいでいただきました。素敵なお話ありがとうございました。いや、こっちがね、本当になんていうの、本当俺言いたいですよね。いやいや、もう母のことなんか話ができてね、もう本当に本当に素敵な話ですね。本当にびっくりした。またこれ録音またね、まあ個人的にして母に送ります。はい、あ、ぜひ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 送ってあげてください。よろしく。まあメイドの土産が増えすぎてね、ちょっとね、荷物が重くなっちゃうかもしれません。ね、としこさんね。ということでね、あっという間の1時間でした。いや、もっとやりたいぐらいですね。ね、大和の塩さん、塩塩さんだっけ？塩さん。塩、はいはい。あ、ちょっとお便りいただいてます。ええ、あ、そうですか。はいはい。なんか読めませんけど。またね、ゆっくり、ちっちゃくて読めない。番組のね、中で来るすみません、このちょっと年の問題になってしまいました。あっという間の1時間でした。本日のゲスト、堀尾和孝さんでした。ありがとうございました。お相手は、松下としみと、花尾義郎でした。撮影の鈴木さんもありがとうございました。ひとみさん、ありがとうございました。ありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。See you next time! あの人は今は